どうも、ラキオです、今回はね、この XBOX シリーズ X のブロードキャスト機能を使って配信する方法を紹介していきます。で、この本体だけで配信する方法っていうのがどういった感じになるのか見ていきましょう。で、1点ね、注意していただきたいことがあるんですけど、今現在この XBOX は Twitch しかね、配信できないんですね。なので Twitch アカウントをね、事前に取得することを忘れないでください。それでは行きましょう。まずはネットワークの設定を見ていきます。 XBOX を立ち上げたら、まずね、ホーム画面から設定に行きます。これですね、設定。はい。そして全般からネットワークの設定を選んでください。そして下から2番目のネットワーク速度テストと統計情報、これを選んでください。はい、出ました。で、ここで注目してほしいのがアップロードの通信速度です。今80メガになってるんですけど、だいたいね、10メガ以上出ていれば安定して配信することができるので、一つの目安としてね、覚えておいてください。ネットの設定ができたら、次はね、 XBOX で Twitch のアプリをダウンロードしていきます。で、今ね、ホーム画面に見えているこのマイクロストアのアプリを選択で、左にメニューがね、いくつか出てくるんですよね。このアイコンですね、これで、ここからアプリで、人気のアプリを選びます。そうするとね、こうスイッチが出てくるのでね、これを選んでインストールしてください。スイッチのアプリがインストールできると、ホーム画面にね、こういったスイッチのマークが出てくるので、これを選択してください。そしてね、まあ、上にあるメニューからサインインを選びます。そうするとね、こういった画面になるんですね。で、左側に URL があると思います。この twitch.tv アクティベートっていう URL なんですけど、ここにアクセスすると、こういった画面が出てきます。で、この画面で右側にあるアルファベットを入力すると、 Twitch とこの XBOX をリンクさせることができます。そして Twitch のリンクが完了すると、こういった画面にね、自動的に変わりますね。見るところはこの上のメニューの配信、ここを押してください。それではまずね、タイトルから決めていきましょう。まず、今回はテストなのでテストと入れます。もう入ってますね。そして次に言語、イングリッシュになっているので日本語に変更します。続いては配信先、これを押すとね、 Twitch と Light Stream っていうのが出てくるんですけど、今回は Twitch を選んでください。 Light Stream っていうのは、有料の OBS みたいなソフトになってます。これについてはね、また別の動画で紹介できたらなと思います。続いては、ビットレートを見ていきます。で、ここにね、自動というボタンがあるんですけど、これを押すと、このビットレートの数値を最適化してくれるようになってます。はい、今2500から6500に数値が変わりました。で、この環境の帯域だと、6500ぐらいでも全然配信できるよということになります。続いて解像度。これもね、1080p が選択されていることを確認しますね。高画質で配信しましょう。ただね、お使いのネット環境によってはね、少しね、映像がカクカクしてしまうことがあって、配信がね、止まっちゃう可能性もあるので、そういう時はね、この解像度っていうのを少し下げてみるといいと思います。720p とかでいいんじゃないかなと思います。ちなみに、配信をするときに覚えておいてほしいことが2点あります。で、1点目。先ほど設定したビットレートとか解像度っていうのは、配信が始まってしまうと変更することができません。で、2点目は、YouTube のように限定公開とか非公開とか、そういったね、公開範囲を設定することが Twitch はできないんですね。なので、どうしてもテストをしたい場合っていうのは、フォロワーのいない全く新しいアカウントを作って、ここでテストをしてから本番のアカウントに切り替えるっていうようなことをしてみてください。それでは、その他の、ね、設定は一旦そのままにして、この左下の配信を始めると、このボタンを押して実際に配信していきましょう。配信が開始されると、この左下にね、ライブ配信っていうね、こう赤いマークが出てきます。この後にホーム画面に戻って、実際に配信したいゲームを起動していきます。今回はフォートナイト。はい、今ログインしました。で、左上見てもらうと、この配信バーというものがあるんですね。この赤い丸が配信している時間で、その隣の目のアイコンというのが視聴者数で、その隣がマイクとカメラのオンオフの表示になってます。
今ねカメラ接続してないんだけど、なぜかカメラがオンになってるっていうね、ちょっとわかんないですこれは。でちなみにこのバーの位置っていうのは、先ほどのビットレートとかね解像度を設定した画面から変更することができるようになってます。で次は実際にね配信されている画面見ていきます。はい、こちら実際に配信されている映像です。で今ね声が入ってるんですけど、これ声はね別撮りしてます。で Xbox のコントローラーって PS5 のコントローラーと違ってね、マイクがついてないんですね。なので声を入れたいっていう方はヘッドセットとかなどを用意していただけるといいと思います。あとコメント機能についてちょっと触れておくと、配信中にねもちろんコメント、受け取ることはできます。ただ PS5 と違ってそれをね画面上に表示させるっていうことができないんですね。なのでどうしてもねコメント拾いたいっていう方は、まあ、スマホとか PC とか別で立ち上げてそこでコメントを拾うようにしてください。ちなみに配信中にゲームプレイを中断したりとか、あとダッシュボードに戻ったりとか、ストアを開いたりメッセージを確認している間っていうのは、視聴者の人にはねこういった感じの一時停止ループの画面っていうのが表示されます。そして配信をね停止するときはこのコントローラーの Xbox ボタンを押して、このツイッチこれを押すとこの設定画面に行くので、左下の配信を停止するっていうのを押してください。そうすると配信を終了することができます。こまり、はい、それでは Xbox での配信の方法についていかがだったでしょうか。本当ね Twitch のアカウントさえあれば誰でも配信ができるのでね、ぜひ皆さん試してみてください。で次回はこういったねウェブカメラだったりこのゲーミングのねヘッドセットを使ってね配信する方法を紹介しようと思います。それではまた次回。またね。